リアル鬼から電話ごっこやります。出まーす。おこれ見ていい？これ見ていい？お兄ちゃんではね、こうやって電話かかってくるのね、こうやってね。で、撮るんでね。やめてやめてやめて。はい、撮ります。怖い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 。怖いよ。結構怖いよこれ。怖い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 。で、これ怖くないの？怖い怖い怖い。これ何？このボタンは。あのね、こっち。半面になったり。ロック、ほんとだ、怖い。これが半身モード、これがすごいよ。ネバル君、知らなかった、これ半身、半面モード。あーほらほらほら、なんで二人怖くないの？もう怖いよ、トラウマになる。何でも怖くない。あー怖い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 、こういうやつ、こういうやつ。役に立ったら、お友達にもシェアしてねって言ってください。そうそうね。じゃあさ、そうね、しっかりしてるね、本当に。でね、ねばるくんさ、今日ね、みんなでこの鬼からではの鬼をみんな一人ずつやって、うん、誰が一番怖い鬼ができるかやってみたいと思います。わかりました、ねば。はい、じゃあやってみよう、ねばよ。やってみよう。おーい、おーい、おー、もう怖え、もう怖え、もう鬼だ。おばあさんの話してる、ともちゃん。おばあさん、なんでおばあさん、なんでお兄じゃないの。いいよ、おばあさんでもいいよ。おばあさんのテイク。じゃあ、一人一人やっていく。じゃあ、まず納豆兄さん、左から順に行こうか。はい。何ですか？なんで片付けてないの？だってなんで片付けてないかって言ったら面倒くさいし。防犯カメラで見てるぞ。防犯カメラで見てる。怖い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 。怖いな。いつの間に防犯カメラつけてんの？そうだよ、自分家だよ。だって幽霊に変身した。え？何？何言ってたの？透明人間になった。透明人間になった。もう一個それが怖いよ。怖い怖い、勝手に入ってこないで。そうだよ、勝手に入ってこないでよ。警察になった。警察になった。悪いことしてないぞ。そうだよ。そんな片手リフォームしてたからこっそり入れました。怖い怖いよ。盗聴器とかつけてきてるんじゃないそれ。警察になって。めちゃくちゃ違う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 、人間。うん、違う意味で怖い鬼だねこれは。ね、でもさ、全然怒ってこないね。でも片付けないもん。みんなが、お片付けてます。生意気だな。生意気だって、なんか特に一番端のそのなんか変なつけてる。わらのわらです、わらです。わらつけてるよ。はいはい。すいません、もう片付けますから。はい、それ以上言わないでください。何が何だか分かんなかった割にはすげえ怒ってたじゃねえかよ。こらーって適当にこらーって言ったよ。
怖いよそれが。あさあ、電話プルルルって言って。プルルプルル。ガチャ。ガチャ。いつも片付けてないよね。ごめんなさい。ごめんなさい。片付けてない。YouTube で見てる。YouTube で見てる。視聴者さんだ。そうだ。あれ。見てくれてありがとう。ありがとう。視聴回数一回稼いで稼がせていただいております。でも全然面白くなかった。全然面白くなかった。厳しい怖いな。これは申し訳ない。スライドで気持ちよかった。もしかしてそれって誰？ネバールくん。これこの人だよこの人。茶色でなんかうんこ色ね。うんこ色。うんこの妖精じゃないネバよ。一番怖い。ネバールくんタラシだったじゃん。一番怖い。タラッと悪口言われてるよネバールくん。下に生クリームがついてる。下に生クリームついてるって。これは腰割れだよこれもう。クリームじゃないか。うんこケーキだよ。うんこケーキ。うんこケーキじゃないねば。ねえ、面白くないって一番怖いよね。ちょっと YouTube 面白くないって言われる。茨城で。茨城で。茨城で冷蔵庫っていうところに住んでるんだよ。その個人情報もだだ漏れだもう。YouTube 焼き芋食べながら頑張れ。あーはい、わかりました。茨城はね、芋日本一なんですだから。もし芋日本一だから芋を食いながら頑張ります。納豆を食べてね。なんで芋が出てきたんだよ。いや、やっぱり茨城のことよく知ってんだよ。茨城って納豆じゃん。納豆もそうなんだけど、芋もね、すげえんだよ。そうなんですよ。そうなの。はい、じゃあみんなで鬼から電話やってみました。いやー、みんな上手だったね、まあ、ねえ、うん、みんなそれぞれの怒り方がありましたね、うん、なんかね、あとネワール君すごいダメだった。ちょっと伸びちゃったね。伸びちゃったね。ネワール見過ぎちゃったかな。ね、でも2人はさ、なんか感情の起伏出すのが上手かったね、なんかね。コーラーのとこすごい上手だったけど、普通からキャーってこう上がるとこがね、怖かったね。あれは何、あのママの真似してるのかな。ママ怒る？そんなに怒んない？本気で怒っただけ。本気で。お母さんが怒ると、うん、こっちも本気で怒る。じゃあ、そうだよ。そしたらぶつかっちゃうじゃん。もう喧嘩だよそれ。普通ママが怒ったらごめんなさい。そう、ごめんなさいって言うんだよ。で、お母さんがいやーって言うから、そしたら、うん、俺が。ママはね、これがおかしいって思った時にちゃんと注意してくださいね。はい、はいはい、じゃあね、みんなで鬼から電話やってみました、はい、ね、楽しかった。楽しかった。楽しかった。みんなも鬼から電話ごっこやってみてね。じゃあねー。